子さんおかえり、ありがとうありがとう。覗き見程度に来てみた。あ、センキューさんありがとう。お星様投げてくれてる、ありがとうございます。こんばんは。ロダアイタンおかえりなさい。ゆっぺさんありがとう、ありがとう。ただいま。いやー今日大変だった。今日はもう大変じゃった。初見です。番はラブラブ2015、ありがとうございます。5年前からラブなんだね。はじめまして、ホップステップスマイル、みんなで作ろう笑顔のは、あおいたんことナンバーあおいです。ぜひ毎日配信してるので右上のハートピンクにしてってください。ペコリンチョアリスちゃん、久しぶりや、ありがとう。こんばんは、久しぶり。久しぶりだね、確かに確かに、結構な久しぶりだ。ありがとう、こんばんは。やーいた、もうバレてるんやろな。ありがとう、ご予約してくれてありがとう。ひひー、おーりさんおかえり。毎日9時ぐらいから、いやそんなことはないです。毎日割と23時以降が多いですかね。そうそうなんです。夜が多いです。でも、こんばんは。あ、ともゆさんこんばんは、おかえりなさい。ね、ちょっと最近お給じゃないからさ、メイド服、メイドあおいたんの技を磨けない。あら、今日はあれ、トーマさん、前来たことあるトーマさんで会ってる？会ってなかったらごめんね。はじめましての方、来てくれてありがとうございます。ラックユーアイドル編集部といって、こちらのラックユーアイドルパスを編集しながら活動しており、埼玉県幸手市の桜親善大使を務めております。ホップステップスマイル、みんなで作ろう笑顔のは、あおいたんことナンバーあおいです。ぜひ右上のハートピンクにしてってね。毎日配信してるよ。合ってる。あ、よかったよかった、ありがとね。あーもーちゃんありがとう。あ、パレスおじちゃんいるじゃん。ってか待って、ハルミンもいるじゃん。あれ、ありがとうございます。グループ愛が伝わるよ。ありがとうありがとう、ラブだね。ラーテアステフォルアンフィッシュアイドイビーカサータ。よし、ちゃんと告知の準備しとかなきゃ。おひさ、あ、おひさ、おひさかな。ありがとう、スナッチさんこんばんは。今日は前髪が気に入りません、あおいたんです。おかえりなさい。こんばんは、お弁当さんこんばんは、ただいま、ありがとう。チョコレートですか。明日バレンタインやって、あおいたんさ、なんかそう、今まではね結構高校生、いや大学生、大学 1,2 年生ぐらいまではなんかそのなんか友達同士とか、あとまあ、中高って部活のさ子たちにさチョコレートなんか配ったりするじゃない。だからなんか手作りをしてたので、その手作りの失敗作をなんかパパタンとかニーアンとかにあげてたんだけど、なんかね全然今年作ってないけど、なんか板チョコのなんか板チョコのゾーンが全部売り切れてたスーパーで。柱木がてかあっちね、またね、ありがとう。本当にちょっと覗き見じゃんね。こんばんは、来たよ今日も。かわありがとう、コーギーさんこんばんは、来てくれてありがとう。早い時間ありがとう。いえいえ、そうなの、今日はね、そう、あれなんですよ、まあ、ショールームをちょっと先にやって、でこの後、まあ、23時からみくちゃん、あと今考え中だけど、まあ、12時半からミクチャで2回やってお休みしようかなと。そう、たったった、きなぶりこ、あ、くるってやん、こんばんは。やっぱり会えると嬉しいね、おかえり。ご冗談だ、やっぱりバレたね、楽しみやで、楽しみにしててほしい。そう、ちょっとすごい頑張るね。こんばんは、医者から告知受けたの。どうした、どうしたの、トヨタさん、ありがとう、こんばんは。全然、なんか喉はちょっとかすってるけど。やー、かぜ、やー、おかえりー。今日もいい天気だねー。これ何？これ、手だよね、赤先生。
パパアニメ、そうなの、だからでもそれなのに葵たんが「えあげたじゃんお返しは」って言うからもういらないって言うの。あいたんこんばんは、はるめめんこんばんは、おかえり。どうしたのこの今のさ、なんかログイン、はなんか早かったよ来た時。この今の間は何ね。俺のチョコは、あれゴーさん、そんなあなたにチョコレートあるよ、ギャバおかえりゴーさん、またねバイちゃん、またねラブさん、お弁当屋さん、あれマッキーさんおかえりなさい。うん、最近そうなの、なんかあのこの間もなんかスタッフさんに「なんか最近どうなんあのお弁当屋は」って言われたあありがとう、本命本命チョコありがとう、睡眠の質を高めるギャバチョコレートプレゼントありがとう。あのチョコ手作りなの、ちゃんと箱に入ってラッピングされてる、あれか、あれはね、あれはね、ちゃんとプロの方が作った既製品だよ。試作品、そうなんかね、特にさ中高ってさ、なんか陸上部でほら男女合同とかだったからで、クラスの子たちにも配ったりするじゃん、やっぱ友チョコそうとかでなんかやってて、そうやっぱ綺麗なのあげるからそう失敗作とかあげてた。ヤバもいいね、そうヤバギャバね、ギャバとかリベラとかあんま食べたことないけど、あいたあーリホちゃん、うわーリホちゃんおかえり、ちょっと前髪がなんかうまくいかないな。おいさん、あーやべ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 マーキーありがとう。アタックチャンスでも何ゴーレーシングでもお好きな、何ゴーレーシングって何、アタックチャンス、それにしよう。お弁当さんハートありがとう、ありがとう人間ありがとうね。22時30分頃から配信ってメール来てたから、いろいろ確認して、あいろいろ確認お疲れさん、もはや仕事やな。金土日にお宮遊びに行くってある、ある土日土日土日だね。あれマッキーもなんか予定があるのかな。宇宙デカギャバ、なんでもない、え、なにそれ、なになんかあのアニメ、そんなんしてるわ、まだ食べ終わってないら、大事に食べるから、本当になんか5粒入ってるらしいよ。星なぎおいたんしました、ありがとう水ひろさん、いつもありがとう。こんばんはおいたん、こんばんはハク様、ありがとう、俺に予約ありがとう。気づいてなかったつらわ、いやなんかあれりほちゃんお仕事かと思って、そういや全然ごめんって。どうも日も、うん、どうも日も、そうです、皆さんね、2月の15日と16日はですね、まあなんかどこかの何かのなんかファン感謝デーみたいなやつのにいるんですよ、葵たんいるんですよ、どこかの何かの、そうまあなんかそう某埼玉県のなんか飛んで埼玉みたいな場所でちょっとお仕事があって、もしかしたら会えたりね、なんかどっかちょっとチェキが取れたりとか取れなかったりとか、そうしかもなんかシャツあの白シャツになんか黒いあのパンツスタイルのスーツの黒いパンプスにパンツとパンプスにの葵たんに会えるかもしれない。だから、出遅れた、いえいえありがとう。マッキーといえば、まあねえまた使うね、なんか薬物流行ってるね。そういや今日の帰り新宿のゴディバの前通ったらめっちゃ並んで、嘘来るって言うよ、並ばなきゃダメだよ、葵ちゃんに逆チョコ。24時からわー、24時から24時からか、しょっか頑張るんだよ。マネカのうち、いえ会えるのか。ゴーだからまだ時間わかんない、配信予告入ってないから、そうなの、じゃあ待ち待ち、なになに、埼玉県の新幹線撮ってる駅近くのファンカシャイシャイ、何よファンカシャイシャイなんかね、どっかの何、なんかそうどっかのパチスロアイドルとかと一緒にやるらしいよ。なんでひだ、今週だけ草野球は休み、えすごいじゃん、赤羽先生また勝つんじゃない、あれなんだっけ、北斗無双だっけ前回当たったの。たたーん、明日バレンタインだね、だから明日休みでもらえなきゃ、あれ
たくまさんこんばんは。あれまあ、たくまさんがあげたらまた従業員スタイル、そうまた従業員スタイル、そう髪の毛なんかくくって、そうなんだっけあれなんだよね、そうほら SIR はさ、なんか来店衣装があるから衣装なんだけどさ、あいたないからさ、そう間に合うかな、間に合ったら行きたい15日を。ぜひとも神戸埼玉池袋って埼玉県民でいっぱい、いやそんなことないよ本当に。てか池袋はなんか普通に人が多いから、葵田はなんかちょっと苦手なの。なのに3月、嘘ついた、4月末から5月頭は池袋で舞台があるよ。逆チョコ明日葵田に渡す機会がない、残念。葵田はなんかもう当日だとあれだから、もうすでにアドサプライズの、ラックユがね所属してるアドサプライズっていう会社にはもう社員さんとか社長とか全員に配った明日休みで引っ込ましだからケーキを作って明後日プレゼントする。すごい、ヤフオクドームでノーヒットノーランした元巨人のピッチャーは誰だ。難しい、ナンバーオイ。アイタンはその辺の草でも食っておけ。失礼だな、せめて桜を食べたいね。パンプス疲れそう。そうなのよ、そうなの、ずっとパンプスであれなの。まあでも全然そう、なんか楽しいしね、あっという間だよ。埼玉県人だからファミマが好きなのかでも違う、なんかファミマってあるんだよね、あるっていうか、ファミマって多いんだよ。なんか気づいたらそこにあるのはファミマなんだよね。何その辺のたこ焼きを食べとけたら、タン怖い。確かに大阪はほらたこ焼きあるじゃんね。そう埼玉県民はなんかまあ草かな、草、桜がいいな。告知をしたいと思います、忘れないうちに。まずですね、3月、3月にこちら3月14日金曜日、劇団パステルカラとファン感謝祭に出演させていただきます。じゃあね、パステル感謝祭っていうので、年に一度のイベントなんですけど、まあ去年とか出演させていただいたスターマーマレードとかの、まあなんか舞台に出演した役者さんとかいろいろ集まって、でなんか歌ったり踊ったりするイベントになってます。アウトはね、個人でね、出るんだけど、まあ他の役者さんとコラボで歌ったり踊ったりです。で、渋谷クラブマルコムで11時開場、11時30分開演になってます。まあなんかね、発表されてる曲もあるんだけど、コラボ曲とか、あと、おととし出演したサビラクって舞台があるんだけど、その時のガチダンスとかもやったりするんですよ。そう、なぜかスターマーマレードじゃなくてサビラク。そう。で、今日の19時から予約を開始してます。すでに予約してくれた方ありがとうございます。こちらですね、来てくれた方にはアオイタンからのちょっとしたプレゼントもありますので、ぜひお時間ちょっと早いけどホワイトデーに素敵な日にしましょう。よろしくお願いします。ペコリちゃん、牧原完全試合かもしれない。何、あ、それも牧原なの。まあ俺の顔覚えていて声かけてくれた。いやいやいや、もう牧割と合ってるよ。だって大阪府民はたこ焼きとお好み焼きと串カツあるで、草の代わりに串カツ、美味しそう。ドリフ衣装があるんじゃないの。ドドドリフの大爆笑、合ってる。あおいたんたん、ただいま。ちびたんおかえり、ありがとう、おかえりなさい。埼玉ってファミマだらけらしい。そうなの。違う、飛んで埼玉に、あおいたんまだちゃんと見れてないんだよね。建前上のチョコはこの前いただいたから本当のチョコのスペース開けてありますよ、胃袋に。おー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 、チョコレートか、チョコレートね。なんだ、なんかあいたんチョコレート検定ね、チョコいろいろ勉強したじゃないですか。だからなんかすごいチョコは奥深いよ。うん、何の話だ。どこまでいった。はちみつにさん、あいちゃん、おこんばんは。はちみつにさん、おこんばんは。ありがとう、来てくれて。TBS オールスター感謝祭出ようよ。いや、そう、ミニマラソンとかやりたい。だから、あいたんはずっと言ってるけど、いつか運動会をしたいんですよ、そう。こんばんは。今日早い時間。お、まつみさん、ありがとう。そう、今日はちょっと早めにショールームやって、みくちゃみくちゃにしようかなと思ってて。なんで深夜の方が元気なの？わかんない。逆になんで朝元気なのみんな。ツイッターから
もう少しでいいの？え、どういうことだ？どういうことだ？ツイッターから？そう、あのツイッターに URL 載せてて、3月14日の。あとファンルームにもこれのあおいたん専用の予約フォームが一応あるので、まあぜひそちらからデイワンの方をちゃんとあの予約していただけると嬉しいです。この日限定のブロマイドもあります。うん、とても楽しみ。あおいさんこんばんは。はるぱるさんこんばんは。おかえりなさいませ。この間北斗魔装で1万パトジャク、冬ソナでも少し、え、なんだっけ、ヨーリーみたいなやつ、そろそろタンに会いたいわよ。またかね、あいたんもなかなか大阪とか行けないし、目の前現れたの2回だけやで、浜松町1回お弁当行く。あ、そっか、2回がなんかもっと合ってる気がした。運動会オフ会、いい、オフ会、オフ会、運動会オフ会。でもなんかその運動会、そう、なんか SIR さんとかしてるけど、やりたい、リレーやりたい、リレー、うん。ファミマの1号店が埼玉で日本で一番多いじゃないの。え、そうなの？いや、わかんないわかんない。モスバーガーの1号店は東京都板橋区の成増にあることしかわかんない。てか、なんでこの時間落ち着いてるの？うん、さっき帰ってきた、急いで帰ってきた。もうね、なんかこのちょっと桜ガールプロジェクトオーディション以下はいろんなものをすっ飛ばして帰ってきてる。だから申し込み、申し込みね、もしツイッターから、うん、ツイッターのあのなんか URL 飛んで申し込みでお願いします。写真見せでした。いいよいいよ。パンダ食べよう。待っててる。パンダ、これはねまだ早い。朝元気なのは前の日に出すもの出しているからかな。赤粉先生の事情。なんで朝元気なの？ドラクエ生活してる人間に共通する疑問やな。なんかあのやっぱり会うとは、なんだろう、なんかあのすごい近所の人とか、なんか何してるのって聞かれるの。なんか普段ね、普段なんか学生さんとか言われて、あ、もう学生、あの大学卒業したんですよって、あ、じゃあ何してるのって言って、あ、なんかニートですかねとか言ってる。餌屋対ラックの運動会、お、やりた、え、やりた。餌屋さんって誰が足早いんだ、あんまそういうの知らないな。23時と、その後は一応12時半の予定です。23時と12時半。 SIR 急遽応募して受かったら運動会参加できるのに。もう急遽終わっちゃったじゃん。 SIR の運動会普通に出ちゃえばいいのにね。そう、前回ね、そう、あの出たかったけど、でもあの無理やり出ようにも、あの舞台期間とかぶってた。ね、なんかそういうたまにはね、なんか運動するやつもいいよねって思う。単にと、そう、あーね、そうニートですみたいな感じで言ってる。はい、で皆さん、そう、ただいまですね、あのミックスチャンネルミクちゃんの方で、こちらの桜ガールプロジェクトのオーディションに参加しております。で今日はこの後、23時から配信にしていますので、まあ、各回ね、まあ、30分ぐらい、30分はやってるね。そう、何十分以上やってるので、ぜひ行けるよって方はミクちゃんね、なんだ、無料コインだけでもいいので、ぜひ集めたアイテム投げていただけるととてもとても元気が出ます。よろしくお願いします。ペコリンチョで、一応23時からと、あと、まあログインボーナスとかもあるので12時30分からかな。ちょっとね、明日ね、ちょっとお仕事がちょっとバタバタしてて、そう、こんなバレンタインデーに、そうだから、明日ちょっと夜日付変わるまでに配信できるのがあるかないかなんですよ。だから12時半からとりあえずやった後がちょっと未定なので、そう、ぜひともぜひ応援来れるとき来てください、ペコリンチョ。そういう時は編集の仕事なんで時間が不規則なんですよって言って、あ、でもそう、編集のお仕事ですねっていう時もある。そう、ランニング部ね、葵ちゃんランニング部したい。タンアイドルなのにアイドル、アイドルラキュー。ミクちゃん Wi-Fi 環境ないと視聴ボーナスですぐ通信制限かかるね。重いよね。アイトはもうなんか、そう、なんかバンバンゲリラ配信してるけどやばいんじゃないかと思ってる。やだやだ。何、どれにやだ。よし、しっかり貯めておこう。何、あれ、うんちちゃん、うんちちゃん、うわー、よし。はい、ということで、ちょっと短いんですけども、なんかすごい
なんか声がカスカスするのね。ちょっとあの大事をとって終わりにしたいと思います。皆さんありがとうね。もしコメント流れちゃった方いたらごめんなさい。またコメントしてください。右上のハート白い方、毎日配信してるのでぜひピンク色にお願いします。あ、そういうことが12時半だけの件について。そうできたらちょっとどっかでゲリラしたいけど、って感じになってる。そう、もう頑張って帰ってこれたら帰ってきたいけど、にゃーにゃーちにゃーにゃーすって感じ。ごいりほちゃんありがとう、よいお弁当さんありがとう、さいはくさまありがとう、にもちゃんありがとう、いちいすなっちさんありがとうございます。ぜひ、ツイッターとインスタグラムもやってます。ツイッターぜひぜひツイッターフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。アップのうこが被り物に見えた。これこれかい。はい、ということで皆さん、それでは23時からミックスチャンネルの方でぜひお話ししましょう。以上、ラックユーアイドル編集部、葵ちゃんことナンバー葵でした。